クオリフライヤーはかつて存在した航空連合及びマイレージサービス。ロゴ1992年、スイス航空を中心にクロスエア、オーストリア航空等によるマイレージサービスとしてスタートした。1990年代後半に入ると、スイス航空はハンター戦略と呼ばれる経営拡大戦略を開始し、ヨーロッパの航空会社に対して資本参加を積極的に行い、 スイス航空を中心とした航空連合クオリフライヤーグループを形成していった。しかし2000年末までに加盟していたアームフランス航空をはじめとするフランスの航空各社やベルギーのサベナ航空などの経営が悪化、スイス航空自体の経営にも深刻な悪影響を及ぼし始めた。さらに2001年9月11日の9.11。 同時多発テロによる航空需要の激減は、すでに悪化していたグループ各社の経営を直撃し、サベナベルギー航空は2001年11月に倒産、スイス航空も翌年には倒産し、クオリフライヤーグループは消滅した。現在、かつての加盟各社及び旧加盟会社の後継会社の多くが、全日本空輸やユナイテッド航空などが加盟する、世界的な航空連合、 スター・アライアンスに属し、ドイツ語圏の航空会社などでは、ドイツのルフトハンザ航空のマイレージサービスである、マイルズモアに参加している。太字は後にスター・アライアンスに加盟した会社。ありがとうございます。